ヤホーこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はセブンティーンの日本語楽曲です、愛の力。こちら皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。最近セブチの動画多い気がする。私楽しみ。これは白い雪が降っていた日の僕たちの物語だ日本語語りから始まるわけですね。やだ、女子らしい。美しい声でございまして。通り過ぎた。この T の発音ね、やっぱすごい特徴的だよね。溢れ。柔らか。だねーのこの後ろでへーってこの息の音、これ素敵だけどジョン・ハン先生がまたこれがね、声も美しいんですが、お顔も美しいというところでございますね。本当にね、ここで声深くなっちゃう感じね。ミンギュ氏の声は本当に底が深いから。この巣が綺麗なのよ。マニアックでごめんなさい。これスンガン氏美しいね。女性にとってはそんなに高くないキーだからさ、この感じ男性の声のいいところだなと思うのが、ちょっとここら辺で少し重たそうに歌うんですよ。ちなみにキー的に言うとソーミーフラットファーなんですけど、このタン、ここ女の子はねそんな高くないから、あんまりね重たいって感じる人どうだ、まあいないことはないと思うんだけど、まあ男性よりもこう下からぐーっと引っ張られてるような感覚は少ないんじゃないかな。決してね苦しく出してるってわけじゃないんだけど、女の子よりもちょっと重たいものを持ち上げてる感っていうのが少しあって、その質感がやっぱちょっと男性特有でいいですよね。この息もね綺麗だよね、語尾ね。心、すごい。子音と母音の距離がめちゃくちゃ近いですね、ここね。咲く心、こういう感じ。僕らはちょっとこのね、乾燥してる音っていうか、このハスキーっぽい感じの音いいよね。僕とか。積もるよね、マジで。ちょっと待って。裏声だ。贅沢に、バーノン氏の裏声を拝めますね、ここね。すごい、ツの発音が綺麗だね。力、息吐いたよね、これ。この鈴の音がクリスマスだね、マジで。マジでクリスマスじゃん。クプス氏ちょっとね、ごめん。私、ちょっとクプス氏がね、ちょっとトゥーユーあたりから来てるんだよね。言葉は刃の。うん、音数多いね。言葉は刃のように、なった時には僕
裏声が、クプス氏の裏声が美しくて。このさ、悲しい声のこの発音、結構溜めて、かえって言うんだよね。この何とも言えないこのかすかな押し引き感じたでしょ、絶対今みんなわかるよね、これね。で、後ろビブラートでしょ、これ。さしのべるってうひひ、綺麗だよ、芸術だよ、みんな。この綺麗な音取り、タララじゃなくて、一回潜ってタララって取るんだよね。綺麗だよね、これね。芯保った状態で裏声に上がるって感じなのかな、これ。結構意味わかんないところまでここぶっ飛ばしてて、下がシのフラット、上がレのシャープ。ワオ。なあ、1オクターブ以上ぶっ飛ばしてます。ちょっとこのカサついた音がたまりませぬ。この質感ね、よく韓国の男性アーティストさんにある質感なんですけど、多分これどこかが硬いんだな。音のそもそもの質感の話なので、声帯の圧着の仕方だと思うんだけど。ねえ、もう宇治様高めだから。ね、高頭が少しこう上がった状態のこういう感じの音で結構歌うので、またそれがね、セブチのこの歌の質感を広げているというかね、めっちゃ深いタイプの人もいれば、こういう風に宇治くんみたいに少しこう高めのこういう感じのトーンで歌うような、そういうタイプもいて、この広さはセブチの色だよね。語尾も綺麗だし、途中に聞こえるビブラートも美しい。ちょっと待って、この強くなりやばくない？強くなる、キュンジニー、キュンジニー、なる、なる、ちょっとなーってしゃくりながらなーって言った後に少しファッて息吐くんですよね。なる、こういう感じ。やだやだー。で、強くなるのヨガさ、ちょっとやっぽいところが韓国っぽいよね。ジュン様？結構さ、日本語の M のシーンって一回こう鼻に通してもって言わないと言えないから、韓国語とかだとさ、ここがさ、ちょっとこうボボみたいな M が、まあ、がっつりではないんですけど B っぽくなることって全然あるんですよ。鼻に要は通さないって感じですね。バード&エみたいな、こういう感じの発音になること多いんですけど、なんかこの日本語だからこそこの M シーンをしっかり入れないといけないから、なんかそれがジュンさんもちょっと発音しにくそうだなって思う。ジュン様高めのトーンだね。愛の力、うん、素敵ですね。やっぱほんとね、ドギョムシはね、語尾が綺麗なんだよね。語尾がね、全部同じ切り方してるね。息をはっと吐いていくような、そういう切り方が結構4連続くらい出てくるね。はい、5回ぐらいやってます。
ますね。5回のうち4回目かな。4回目はものすごい一瞬です。ものすごい小さくだけどね。他のところとは比にならないぐらい小さい音でやってるんですけど、5連続で、はっってこうやって息で終わるっていうところを使ってきてますね。やだ。このさ、ここの入りのさ、慰め合えばってこのさ、あえば、このあえば、この音わかります？これね、聞いて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 、また明日の、ここの深さからさ、深めのあーっていう音でさ、太陽にーってこのカーンっていう感じね、結構深いところから持ってく。会えるビブラートも入って、この振り幅ね。このウォヌ君のまたちょっと深いトーンに戻るという、僕らは知るのでしょう、春風の中、ちょっとディノ君の高めの音質に行く。語尾がさ、積もる積もるって微妙に違うんだよね。一回目はなんか裏返してポコってポコってこうなんていうの、声が裏返っちゃったみたいなニュアンスを、うんうん、積もるこういう感じ。二回目の積もるではちょっとビブラートなんでね、積もる本当に本当にかすかに。上半身素敵よ。待って。心を集めて。ビブラートが綺麗なんだな、上半身な。結構かすかに揺れてるみたいな感じのニュアンスがいいんだわ。集めて、結構この曲さ、ずーっとこういうテイストの曲じゃないですか。もう、あーっていう曲だから、意外とね、多分この歌ってる側の体感としては、結構こう切るところ意識して歌わないと、のぺーっとしちゃったりするんじゃないかな。なんかね、ところどころ聴いてても、こう、なんだろう、こう、それこそスラッシュが入るような瞬間みたいな、ちょっとここ切るよね、絶対みたいなところの瞬間がすごく多かったので、そういう細かいところもすごいね、意識して歌われてるんじゃないかな。っていうかさ、日本語の曲って、ほんと難しいよね。はい。まあ、とりあえず楽曲はですね、もうとにかくこう、もうずっとこう聞いてられる、シャン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 ってこう冬の音がするって感じですね。はい、もうとても優しい歌、素敵でした。ありがとうございました。